西の本質を外すと何をやってもですね、金運がダウンしてしまうんですよね。こんにちは、矢野慶三です。幸運スマイルチャンネルへようこそ。ところでですね、コメント欄に矢野さんの動画ってなんか同じような内容ばっかりって言われることがたまにあるんですけども、実はですね、同じような内容に見えても実は2割ぐらい内容が違うとかですね、必ずね違う内容が入るようにして動画を作ってるところがあるんですよね。そしてですね、同じ内容のものはですね、7回以上見ないと体に染み込まないっていう法則っていうのがあるんですけども、そこをですね、実は私は意識しているところもあって、なのでね、同じような内容だなと思ってもそれをね繰り返し見ていると、本当に気がついたらもう私の頭の中がそのままあなたの頭の中に入っているぐらいのことができると思うのでね、よかったらね、日々ちょっとねコツコツと聞いてもらえるといいんじゃないかなというふうに思っております。はい、ということでね、今日の話はこちらです。恐ろしいほど金運が上がりますということで、家の西方位の本質を知ることであなたのお金を守りますという話をしたいというふうに思ってます。そしてね、この家の西方位なんですけども、これね、よくねお金を司っていると言われています。もちろんね、この幸運スマイルチャンネルでもその話をすることはあるんですけども、これですね、例えば西方位を掃除したらですね、臨時収入もあるのかということに関して、まずお答えすると、これね、ほぼないということを知っておいてほしいんですよね。たまにですね、すごくね陰徳を積んでる人がポロンと入ってくる時あるかもわかりませんが、基本的にこれを期待して掃除をするっていうのはやめてほしいなというふうに思います。じゃあですね、西の方位を掃除しても金運はアップしないのかということに関しては、それはですね、実は西の方位の本質を理解するとですね、金運がぐんと上がる可能性がね一気にアップしてくるっていうのはあるんですよね。そこでですね、今回の動画を見ていただいたら、家の西方位の本質を活かして金運をねアップさせる方法がね手に入りますので、最後までご覧ください。そしてね、動画の一番最後にですね、質問に一つお答えするコーナーもありますので、お楽しみに。そして私は普段矢野慶三公式 LINE というのをやっていてですね、ここで上げている5本の動画をプレゼントしております。概要欄の3段目あたりにね詳細がありますので、そこからね友達申請をポチッとぜひね押してみてください。はい、それではその1からいきましょう。その1はですね、西方位の本当の意味って話からしたいというふうに思います。これね、まず理解するにはですね、私がね提唱している火相の方でお伝えしたいんですけれども、この火相っていうのはですね、実は太陽が朝昇って南の方に上がっていって、そして西の方に沈んでいく、それのイメージとすごくね火相っていうのはね各方位の事象が似てるっていうところがあるんですよね。例えばですね、西方位のイメージっていうのは、ちょうどですね太陽が沈み夜の時間が始まる頃のイメージに近いんだと、そういうふうにして捉えてほしいんですよね。そしてね、これ現代風に考えるとですね、いわゆるアフターファイブみたいな感じなんですよね。そしてね、昔の日本で言うとですね、家族とか村の人で集まって食事とか、なんかお祭りっていうかね、なんかこういろんなことで集まったりするような、そういう時間帯のイメージなんだというふうに思っていただいたらいいと思うんですよね。で、ここからね分かってくるのは、一体西の本質って何かというと、こちらです。楽しみながら人と交流するっていうことなんですよね。それをするとね、運気がアップするっていうのが西の方位の本質だっていうところをね、まず知っておいてください。そしてね、この幸運スマイルチャンネルではね、何度も言っているこのこちらです。幸運は人が連れてくると。そして金運は人の感謝が連れてくるというね、言葉何度も言ってるんで、もう耳にタコできた人いるかもわかりませんが、本当にですね、これがポイントなんですけども、このね、運がやってくる流れをイメージしながら、人との交流を図っていく。それがですね、結局は金運アップにつながっていくんだということなんですよね。なので、金運っていうのはあくまでも結果であってですね、人と楽しく交流していくことっていうのがポイントなんだということを知っておいてください。それではその次、その2としてですね、家の西方位に NG なものって話をしたいというふうに思います。まずですね、家の西方位っていうのはどうやって見ていくか話をしたいと思うんですけども、例えばね、これマンションの間取りです。これね、外形のラインがこういった形であるんですけども、これね、ワンルームでも一緒です。自分が借りてる場所のこういう外壁ラインと思っていただいていいですよね。そして一戸建てでもですね、外気と触れ合っている壁のラインが家の間取りだと思っていただいていいんですけども、このマンションの場合ですね、対角線を引くと大体真ん中あたりに交点が出てきます。それがですね、基本的に重心というものになるんですね。大体このあたりにあります。そしてここに方位盤がありますけども、こっちの方がね北の方位なので、それをね割り当てていくと方位はこのような形で入ってきます。そして西方位っていうのはですね、この西の軸線上の合計30度の範囲が西の方位になるので、
それで見ていくとですね、この黄色で塗っている範囲が西の方になるんですよね。なのでね、まずはあなたの家の重心を出しながら西の方へここだっていうのを明確に捕まえるということをやってみてください。そしてですね、西方位でどういったものが NG なのかっていうと、イメージで言うとですね、こちらなんですよ。冷えることとか冷やすことっていうのが西方位の NG の、イメージだと思ってほしいんですよね。そしてね、具体的にどういったものがあるかというと、例えばね、冷やすこととかであれば、冷蔵庫とか冷凍庫とか冷水関係がですね、冷やすっていうことがね、促される作用のあるものだったりするんですけども、これらがですね、基本的に西の方位にあるときには、できるだけ、西のまず軸線上の上を避けることはね、最低限やってほしくて、可能であればですね、レイアウトを書いてこの西の方にできるだけ入らないようにする方が、西のねエネルギーをダウンさせる作用が減るということで、いいかなというふうに思います。そしてですね、こう冷やすこと以外にもですね、どんなものがあるとあるかというとですね、例えば西の方位の今日の行動っていうのがあるんですよね。今日の行動というのは、西の方位っていうのは楽しく交流するっていうのがですね、いい流れのエネルギーだとしたら、その反対のことをすると西のね、今日行動になっちゃうんですよね。例えば交流を断つとか、不義理をする。なのでね、楽しく交流するっていう反対側のことをすると、これね、金運がダウンするんですよね。これね、よくよく見てくれたらね、これ当たり前のことなんですよね。人との交流を断ったりとかですね、不義理をするとですね、それはもう人のご縁もなくなるので金運もダウンするのは当たり前なんですけど、本当にね、こういうふうにして見立てていくと、すごく当然の話しかしていないところも実際あったりするんですよね。そしてですね、もう少し、しっかりこのあたり見ていきたいんですけども、その交流の中でもですね、まずは家族関係、そしてね、周辺の人間関係、このあたりでですね、もしあなたがトラブっていたりとか、これ本当に見直しかけないとダメだなと思うことは、この動画を機にですね、ぜひね、この見直しをするということを本気でやってみてください。金運をねアップしたいということは、結局は家族関係、人間関係をしっかりと整えることとイコールなんだということもね、知っておいてください。はい、そしてね、その次、その3です。その3はですね、家の外の西方位のチェックっていうのもやっていきたいんですよね。これね、家の外のチェック法というのはですね、これまで何度か紹介してるんですけども、四神相応、または四神思想という手法を使うんですよね。一体何かというとですね、これがね、四神相応の考え方です。あなたの家を中心にして、北、西、東、南という形で見立てた時にですね、この時に、西の方位がですね、ちょうど、合計これ30度ですね、西の軸線上で合計30度の範囲に、例えばですね、池とかがあると、これね、金運が下がるということがあるんですよね。あとはですね、西の方位は高地っていうのがあるんですけども、西の方位がですね、この家の敷地よりが下がっていって低地だったら、これもですね、金運を下げる要因になったりするんですよね。なのでここで池関係と、土地が低くなっていると、これね、金運を下げやすいんだということを知っておいてください。そしてね、これどれぐらいの範囲かということなんですけど、もう一回、こう文字で見るとこんな感じ。家の西の30度の範囲でですね、そして距離としては、家から見てですね、だいたい半径 750m 程度の範囲だと思ってみてください。なのでこの図でいくとですね、だいたいこの池とかがですね、 750m 範囲ぐらいにあれば、それの条件に当てはまってしまうということなんですよね。でね、ここでね、知っておいてほしいのが、この池っていうのは一体何かというと、とどまっている水っていうイメージなんですよね。で、このとどまっている水がですね、冷やす事象につながっているということで、例えばですね、井戸とか湖、調整池、あとね、田んぼとか、これらはですね、よくよく見ていただきたいんですけども、例えば井戸っていうのは水が溜まってるようで、下に地下水が流れていて、常に中の水がですね、流れていってるっていうことがあるんですよね。そして湖もですね、入り口と、出ていくところの川があって、常にですね、水が入れ替わっていってるっていう感じ。そしてね、調整池はですね、水が溜まっていない時期もあったりとか、で、溜まっていてですね、それを貯蔵してるタイミングの時はですね、金運がやっぱりちょっと下がりやすいんですけども、入っていない時は問題ないとかですね、流れるようにして使っている時にも問題がないと、そんな感じで、知っておいてください。
そして、田んぼに関してもですね、水路から水を入れて、入れ替えていったりするということもあるので、ただですね、ずっと留めている状態で水がじーって止まっている時期はですね、若干金運に影響があるかなっていうぐらいの感じなんですけども、ただ年間を通じて見ていくとそんなにね、影響があるような場所じゃないので、あまりそこまで気にされなくてもいいかなというふうに思います。なのでね、今言ったように、この池のように入り口もなくてため池みたいになっているものとか、例えばですね、小学校のプールとかもですね、循環せずにずっとためっぱなしみたいな、そういったプールもですね、水がとどまっているというイメージで見ていただいたら、それらがですね、金運を下げるんだということも知っておいてください。はい、ということでね、さっき言ったその2とですね、今話をしたその3、家の中の西、そして家の外側の西の両方を見ながらですね、金運がダウンしていくかどうかの状況をしっかりとチェックするということをやってみてください。はい、そして、ね、その次ですね、その4はですね、じゃあ西の方位でそういう強的な作用がある時にはどうすればいいかということに関してはですね、ラッキーアイテムとラッキーカラーで補おうって話をしたいんですよね。これね、西の方位にですね、さっき言った西の方位のエリアにですね、ラッキーアイテム、ここで挙げているように、例えば盆栽、苔玉、ミリオンバンブー、これ観葉植物ですね、あとは炭とか鉱物とか岩石、そういったものをですね、西の方位に、アイテムとして飾るというふうなことをね、していただくと、西のエネルギーが落ちているのがね、上がりやすくなるということなんですよね。そしてね、色目のこともあります。西のラッキーカラーっていうのがですね、黄色とか茶色とかアイボリー、あとはね、金色、銀色とかもいいんですよね。なので、例えばですね、さっきの話の、岩石とかね、パワーストーン系でですね、これらの、黄色とかですね、茶色、アイボリー、金、銀みたいなものを組み合わせのものの、例えばパワーストーンみたいなのを置くのもありだというふうに思います。あとはですね、西の方位のカーテンとかにここの黄色茶色アイボリー、金と銀は使うことないと思いますけども、そういった形でですね、うまく組み合わせて、西のエネルギーを補強するということをやってみてください。はい、ということでね、今1から4の話をしましたけども、最後にその5としてですね、西方位の本質を活用しようという話をしたいというふうに思います。繰り返しになりますけども、その1から4というところでですね、西の方位の状況を把握して、そしてね、補強する方法もお伝えしました。そしてその後どうすればいいかということ、ここがね、すごく一番大切になってくるんですけども、初めに言いました西の本質であるですね、楽しみながら人と交流するっていう行動を、アクションを起こすっていうことで金運が発動し出すっていうことなんですよね。結果的に金運がついてくるっていう言い方の方が正しいかもわかりません。そしてね、今はですね、2022年ということで、これから以降はですね、まだまだコロナの関係もあるんですけども、リアルで人と交流を育む、そしてオンラインで同じように育むっていうことがね、両立していくような時期になってくるというふうに思うんですよね。なので、もしね、なかなかリアルで会うのに抵抗がある方は、オンラインとかでですね、いろんな人と交流するっていうのもありだというふうに思います。特にですね、価値観の合うコミュニティに属するとですね、楽しく交流することができるようになるので、それがですね、金運とか運気のアップのね、秘訣になってるんだということも、知っておいてください。なのでね、この金運を上げるっていうのは、人との交流を楽しむ自分でいるかどうかということを意識してほしいんですよね。結構ね、人付き合いが苦手だっていう方も多いと思うんですが、ですけどそれはあなたが本当に価値観の合う人と、まだ接していない可能性があるんですよね。なので、あなたの持っているような価値観と近いような人と知り合う、やはりね、今の時代とかはオンラインとかね、そういったものでもいいので、ぜひね、つながっていくということをやってみてください。はい、ということで、ね、今日の話、本当にね、金運アップの素地をしっかりとね、一緒に磨き上げていっていただけたらというふうに思います。はい、ということで、ね、最後にまとめをしておきましょう。今日はね、一つ目に、西の本質は楽しく交流することだと、これの結果論として金運がアップするんだって話をしました。そしてね、二つ目はね、家の中の西のチェック、とにかく冷やすようなものがないかどうか、この西の線の軸線上はできるだけ避けて、そして西の、この30度の範囲もできるだけ避けるということをやった方がいいですよって話でした。そして三つ目はね、家の外の、西方位のチェックということで、四神相応でですね、水たまりのようなもの、なのでね、ため池とか、あとは、小学校のような循環式じゃないようなプール、そういったものは、結構影響が大きいので気をつけてくださいねって話をしました。そしてね、4つ目はですね、それらの1から3のものとかで、強作用を働かしているものに対する
補うものとしてのラッキーアイテムとラッキーカラーの話をしました。そしてね、最後はですね、この1から4までしっかりやっていった上でやっていただきたいのが、やはりね、西の本質である、楽しく人と交流するということをね、やって金運アップの素地を磨くということをやることがポイントだという話をしたんですよね。はい、ということで、ね、今日の話、本当にね、実践できそうなところは実践して、ぜひね、実感するということをやってみてください。そしてね、よかったらね、今日の感想コメント欄からどしどしお寄せください。毎回すごい楽しみに拝見していて、ハートマークね、押させてもらってます。あとリクエストとかご質問がある方もコメント欄に入れていただいたら、リクエストはまた別の動画に取りまとめたり、そしてご質問に関してはですね、動画の一番最後にね、一つ取り上げるコーナーでピックアップする可能性もありますので、よろしくお願いいたします。そしてこのタイミングでチャンネル登録がまだの方は、チャンネル登録と高評価のね、グッドボタンを押していただけると励みになります。はい、そして私は公式 LINE 以外にもですね、アメブロではこぼれ話、ツイッターでは日々の気づき、メルマガでは家づくりに特化した情報、そしてボイシーで言いたいこと言いまくるということをやっております。すべて概要欄のですね、下の方にリンク先が全部並んでいますので、ぜひね、フォローをお願いいたします。はい、そして最後に一つお知らせがあります。私は普段幸せなライフスタイル研究所というオンラインサロンですね、Facebook のグループページを使ってやっております。有料でクローズドならではこそお伝えできる話をさせていただいたりとか、あとはサロンメンバー個別の毎月の運気の活用法の話をしたり、あとは月に1回から2回直接私に音声で質問ができる Q&A ライブなんかもやっております。これもね、概要欄の5段目あたりに詳細がありますので、興味がある方はですね、ぜひじっくりとご覧ください。それでは最後にご質問にお答えするコーナーです。今日のご質問はこちら、ココ君ですね、ありがとうございます。毎度勉強になりますと、ワクワクしながら聞いていますということでありがとうございます。観葉植物が大好きで、ジャングルのように緑に囲まれていると癒されますということで、寝室に観葉植物を置くとエネルギーが吸い取られると本に書いてあるのを見たことがあるんですが、寝室に置いても大丈夫ですかということで、これね、大丈夫です。何の問題もありません。そして、なんていうんですかね、まあ、この、観葉植物がですね、酸素を吸ういう時間帯があったりするときに、よくね、観葉植物を寝室に置くと空気が薄くなるみたいな話が出ることあるんですけども、これもですね、基本的に家の中っていうのは換気をしている形になるので、常に新鮮空気が流れるような、状態であれば、これも何の問題もないんですよね。そしてね、またね、別の機会に観葉植物の話をしますから、その時の話をね、じっくり聞いて、ココ君自体がね、この観葉植物が大好きということで、もうどんどんジャングル化してもらっていいんじゃないかというふうに思います。はい、ということでね、今日の話はこれで終わります。今日一日があなたにとって本当に素敵なことを心からお祈りしてます。最後まで聞いていただいてありがとうございました。